夢の救援もあと3イニングになってきました。この回7回からはセントラルリーグの攻撃は矢沢健一さんの解説をお届けいたします。よろしくお願いします。松野って辛いですね。辛いですよ。我慢大会だったんですね。我慢大会でしたね。最初雨に降られてね。そうですね、これはすぐ一緒だったんですよ。ということでまた CM だそうです。はい、そうですか、はい、お知らせどうぞ。第二電電、エーザイ、コニカ、サントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。13年ぶりの平和台のオールスターゲームです。面白い展開になりました。5対3、セントラルリーグが2点を追いかける形になります。マウンド上にはご覧のように石井が上がっています。そしてこの回セントラルリーグは1番途中から出場の山崎であります。石井はある意味で矢沢さん、今年の西武の救世主と言ってもいいですよね。確かにそうですね。昨年まではね、はい、非常にこの横の、ね、揺さぶりだけだったんですけどもね、一つ小山コーチが来てからね、はい、パンボールを覚えましたね。なるほど、はい、これはレフト前のヒットになりました。ノーアウトでランナーが一塁であります。セントラルリーグが反撃であります。高田純、2番の野村健次郎登場いたします。セントラルリーグのこの回の攻撃から立教吉村、解説は矢沢健一さん、そして裏のパシフィックリーグの攻撃は Eテレビの松倉アナウンサーとともに、Eテレビの2枚看板であります大川アナウンサー、解説権藤博さんでお届けをいたします。真打ち登場と思わず言ってしまいますと、冗談にもこんなことを言いますと、この放送に命を懸けている神田アナウンサーにじろっと睨まれてしまいましたけども、ノーアウトでランナー一塁でバッターボックスは野村。2点差ですから、まだまだもう一山回ってもいいですね。いいですね。しかしね、はい、吉村さんね、昨日7-0とこう完敗してるでしょ、はいはいはい、でね、今日飛行機でね、カリーグの堀会長と一緒だったんですよ。ほうほうほう。そしたらね、今日はどうですかって言ったら、今日もね、完勝だよと、楽勝だよと、はい、そう言われましたよ。そうですか。それはセントラルリーグ出身の矢沢健一さんとしてはちょっと納得いきませんね。もうなんとかね、セリーグを応援したくなりますよね。本当ですね。本当に 7-0 で完敗した後、今日は落合のツーランが3回に出まして、これはいいムードになったかと思いましたけどもね。まあそれ以上にね、はい、リングの方は3本打ってますからね、はい、これは、6回に出た清原の一発が効きそうですね。なんかね、この清原のね、パの顔といいますかね、はい、なんかまざまざと見せつけられているようですね。そうですね、セ・リーグの連中はね、はいはい、バッターボックスに原登場であります。オールスターには弱いという定評がありますが、何しろオールスターではわずかにホームランを1本しか打っておりません。西武球場のことでした。あるいは打の主役は変わったんでしょうか。これで一発出ますれば、まだ同点になるチャンスがあるわけですから ね、それとね、はい、この、まあ、前半終わる、まあ時にですね、非常に原は状態いいですからね、はい、でこのオールスター入っても非常に構えといいですね、はい、非常に当たりも出てますんでね、はい、期待できますよ。そうですね、はい、原はやっと本物になってきたなっていう感じがありますもんね。今年遠回りしましたから、うん、あるいはまあ、序盤のですね、はい、1ヶ月間左脇腹痛ですか、はい、そうですね、あれがやっぱり原のね、精神的なこう強さを生んだんじゃないですかね、はいはい、藤田監督のダイアップをご覧いただきましたが、これもオールスターならではのカメラアングルであります。ワンエンドワンから3球目です。このマウンド上の石井投手ですけれども、カームボールの他にスライダーがいいんだそうですね。もともとね、スライダーはいいものを持ってましたけどもね、はいはいはい、ただやはり横のこう揺さぶりだけですとね、これはパリーグのね、この猛者のようですね、はい、抑えることできませんよね。なるほどね、これにしましてもパシフィックリーグ西武からは4人ピッチャーが出てるわけですね。これはね、だからね、そういう意味ではね、はい、まあここで、シリーズの話をするとちょっと早いかもしれませんけどもね。さあ、ところだ、金村ジャンピングスローです。この間にランナー3塁へ、一発が出ません。はい、どうぞ。だからなんかね、この巨人のバッターと西武のピッチャーが当たると、はい、なんかそういうこう作業にらんだようなね、はい、対戦かなと思ってしまいますね。なるほど、これは中日出身としては残念ですけどね。本当ですね。2アウトランナー3塁という場面で落合登場であります。3回にホームランを打っております。セントラルリーグに来まして初めてのホームランです。通算では7本目、パシフィックリーグ時代に6本のホームラン、そしてセントラルでも1本、これは山内、そして若菜に続きまして史上3人目のことであります。セパ両リーグでホームランを打ちました第一人者の落合登場です。2アウトでランナーが3塁。
落合が何か私にはね、はい、まあ、遊びながらやりますよって言ってましたが、いつになく真剣にやってるような気がしてしょうがないんですよ、ね、いやそれはね、やはりこの若いね、はい、またそのストレートの速いピッチャーがこう出てきてますからね、そう我々にはそう言ってもですね、はい、内心は燃えるものありますよ。そうですね、でまた同じね、バッターでこう清原っていうのはね、ボンボンホームラン打ってますからね、はい、余計投手をかき立てられますね。そうでしょうね。落合が監督推薦に選ばれましての共同記者会見で野茂のことを散々聞かれて怒ったという、その野茂から今日はホームランを打っております。オールスターは強いんですよね。いわゆる、あ、野茂がいますね。涼しい顔してますね。オールスター男っていうのは矢沢さんいますよね。いますね。古くはその山内さんですかね。山内さんとかね、商品泥棒なんて言われましたよね。そうでした。矢沢さんはオールスターで一つ記録持ってたんですよね。代打で7本ヒットっていうのはこれ記録だったんですよ。そうですか。ところが門田さんが昨日打ちましたんで、矢沢の名前消えました。まあ彼の方が、はい、もっと随分出てますからね。そうですね。テューナッシングと追い込まれています。バッターボックスは落合。今年は三冠王を狙います。4回目のことです。何しろ昼上温泉の自主トレ3時33分に起きたという、ほうほう、私は付き添いましたけどもね。なんか温泉地にですね、そうなんです、落合道路っていうのができたそうですね。そうらしいですね、あ、三振であります。残念ながら得点することができませんで、7回の表セントラルリーグは0点、5対3でパシフィックリーグが2点リードです。7回8回のオールパシフィックの攻撃は権藤博さんとフジテレビの大川でお送りしてまいりますが、権藤さん初めてのコンビなんですね、はい、よろしくお願いします。あんまり剛速球とか強烈なドロップ投げないでください、ね、いえいえ、はい、一つコマーシャルご覧ください。オールパシフィックの攻撃ですが、ご覧のようにこの回からセントラルのバウンド上には中日ドラゴンズの西本が上がりました。オールスター8回目の出場になります。そして打席には、キャッチャーの伊藤に代わりまして、西武ライオンズの石毛が代打で登場いたしました。まあ権藤さんね、はい、三塁コーチャーズボックスに立ったりですね、はい、打席に立ったり、石毛も忙しいんです、今までね、しかしパシックっていうか西武を引っ張ってきた選手なんですね、今日昨日と清原が活躍しているためにちょっと脇役に回ってますけど、はい、まだまだ西武はこの人で引っ張ってるんですね。そうですね、昨日はショートゴロに倒れた石毛ですが、この打席はどうでしょうか。10年連続10回目の出場になります、石毛博道。そしてご覧のように三塁コーチャーズボックスには、選手会長の辻が立ちました。森監督はね、もう若いもので、やればいいんだと、そして監督が目立っちゃいけないんだと、こういうことを言ってましたね、今日一緒に飛行機で来たんですよ。気持ちいいでしょうね、それだけ勝って余裕があればね、若い者が目立っていつもね、負けてるとね、つい監督動かなきゃならないわけですからね、はい、怪我での欠場があったので、ファン投票で選ばれるとは思わなかったと言っている石毛ですが、やはりこういった大きなお祭りといいますかね、はい、やはりパリーグを代表する西武ライオンズの石毛、この人の顔がないとちょっと締まりませんしね。そうなんです、西武もね、節目節目にはこの人が顔を出してね、まあ、連敗を救ったりね、はい、いいゲームをこの人のファインプレーとかこの人のタイムリーでもうゲームを変えてしまう、それだけのなんか神がかり的っていうかね、この人がやるとなんかいい方向に動くっていう、そういう選手ですね。さあ最後ですがね、ちょっと投げ損ないのスライダーがインコースから入ったためにね、ちょっとバッターとしては意外だったと思うんですよね。はい、石毛があっという表情を見せました。クレームをつけたんですがストライク、三振です。そして先ほどからセカンドの守備に入っている大石大二郎です。8年連続8回目の出場です。ファン投票で選ばれました。まあ、ファン投票選出はやっぱり嬉しいとね、与田はアジア大学の後輩だが、両リーグ通じての一番の速球を打ちたいと言ってたんですが ね、 そうですね、チャンスなかったですね。大石はね、去年まで肩が悪かったんですね、はい、まあ、そのために思い切ってバットが振れなかったんですがね、うん、思い切って手術をしたのが去年で、まあ、去年1年かかりましたけれども、やっと良くなって、はい、まあ、それで非常に
あの肩の周りがスムーズになったっていうのか、独特の高めから入ってくるカーブとか高めのまっすぐを、ね、思い切ってあのスイングできるようになりましたね。今まではスイングしてるんですがみんな負けて詰まったり内野フライが多かったんですが、今年はサヨナラホームランも2本ぐらい打ってますしね、すごいですね。この選手ももう石毛と同じ10年目です。野村が突っ込んできましたが及びません、投げられません。パシフィックリーグ9本目のヒットです。いやしかしあの私どもねこのまま、はい、あの行きますとですね、9回の裏がないんですね、あの喜ぶべきなのか、ちょっと複雑ですけどね、はい、雨に濡れそして汗ぐっしょりで待っておりましたが、パシフィックリーグ担当リードしています5対3。ゲームがこのまま進みますと7回8回2イニングしか担当することができません。権藤博さんと、フジテレビの大川のコンビです。あ、続々と近鉄が出てきますね。そうですね、この人今年ね得点圏打率が一番いいんですよね、はい、それが選ばれた大きな原因だと思うんですが、去年まではねチームメイトの中ではチャンスに打てない鈴木っていうので定評あったんですよ、チャンス作るとすぐ初球を打ってポーンと上げてしまうっていう定評があったんですがね、今年はその得点圏打率で1位なんですよね。初出場、先ほどは澤部のファールフライ、さあ左中間抜きました、大石はセカンドを蹴って三塁を蹴った。さあ打った、鈴木も三塁へスリーベースヒット、6対3、3点差。オールパシフィックまた1点を加えました。ベンチの大木監督も近鉄で2人で点を取りました。満足そうな表情です。まあ、オールスター前から近鉄の勢いを象徴しているような2人が出てきたんですよね、はい、そして地元大英ホークスの山本和則が打席に立ちます。いや、やっぱりあっと初球を打ちました。ショートゴロです。一番拍手の多い選手なんですがねそうですね、今も初球から打っていきましたけれども、はい、いつも積極的で思い切ってくるんですが、ちょっとやっぱり今肘の状態良くないですからね、ちょっと元気ないんですけどね、はい、まあ、同僚の吉田豊彦が、左肩痛で、抹消ということで救援を辞退いたしました。大英ホースからただ一人出ている山本和則、ヒットがありません。さあ金村、今日はあの奥さんとお子さんを連れてね、はい、この電話台にやってきてます金村です、彼も手首の故障からね、あ、ボークですか、ボークですね、おっと、西本がボーク、7点目。まあボークはボークかも分かりませんけど、オールスターですからね、ちょっとアンパイアも目つぶってもよかったんじゃないかと思いますがね、なんか誰も気がつかない間に西本がパッと外して、はい、で金村もちょっと躊躇したらボークでしたね、はい、オールパスティックがボークで7点目を入れました。まあ金村もとにかくオールスター初出場なんですが、一生に一度は出たいと思っていた、はい、9年前のジュニアオールスターではサイクルヒットを、ね、話しまして、そうですね、金村も MVP に輝いてるんですがね。この前フジテラのロッカーで会いましたらね、いやもうちょっと手首が悪いから辞退しますなんて、はい、いやいやそう本当かって言ったらね、うん、いやいや何でも出ますよ、これであの後出れないかも分かりませんからって言ってましたけどね、はい、その後戦列復帰してホームランを 2,3 本打ってましてね、まあ、やっと治ったようですね、はい、まあ、石井が活躍してますからうかうかできないんですよ金村としても。そうですね、ジュニアオールスターの MVP ですね。そして昨日の横浜スタジアムの第一戦ではブライアントは MVP、 野村から駒田です。しかしこの回オールパシフィックがまた2点を加えました。7対3となっています。4点差になりました。日本ハムの抑え武田がマウンドに上がりまして、キャッチャーは田村とバッテリーが変わっています。もう一度お知らせをご覧いただきます。
ストライクでこれが2球目になります。この競馬台でオールスターが行われますのは13年ぶりのことであります。マウンド上には武田が上がっています。熱狂的な大栄の応援団が一塁側のベンチの上で応援を続けています。広沢が打ちました。センターへ飛んでいます。どうだ、センターゆっくりバカをジャンプで取った、取りました。最後はジャンプです。秋山、今日は守りの方でもパシックリーグは抑えております。先ほどからね、矢沢さん、はい、大川さんが9回の裏喋れない喋れないと言っておりましたがね、ええ、5対3の時点ではねまだまだ望みあったと思うんですが 7-3 になっちゃいましたね。でも満塁ホームラン出れば同点ですから、はい、分かりませんよまだその通りですね代打で彦野が起用されました。8回の表のセントラルリーグの攻撃であります。去年のフリーデラの第2戦で先制のホームランを打ちまして MVP に輝いておりますこの彦野です。ファン投票で選ばれました。マウンド上の武田も今年は12連続セーブポイントという日本タイ記録をマークしておりますが、こちらは代打彦野の成績です。まあ、ドラゴンズのことを言うならばこの彦野の不振というのが矢田さん大きいですよね。そうなんですね、立浪彦野というね、はい、そういうコンビで、ね、なかなかねチャンスを作れませんでしたからね、はい、オールスターで選ばれてますんで一つ頑張ってもらいたいもんですが。ここまでの放送は大正製薬、アサヒビール、日華ウイスキーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。簡単に2アウトになってしまいました。バッターボックスは駒田です。ちょっと攻撃が早すぎますね、セントラリー早すぎますよね、あこちらは楽でいいですけどもねその分また大川さんが9回の裏喋れないって愚痴言われそうでね回は8回の表です。4点差になりましたが、あの西本のボークがいけませんね。そうですね、ちょっとこう油断したボークでしょうね、珍しいですよ、こうオールスターでボークなんていうのは。本当ですね、ワンエンドワンからこれが3球目です。キレのいいピッチングをいたしますマウンド上の武田。そういえばこの平和台でのオールスターは過去6試合行われておりまして2勝2敗2つの引き分けという成績が残っているんですが、一番この史上に残るオールスターといいますと昭和44年延長13回4対4で引き分けたというゲームで停電が起こりましてね、延長13回に私見てたんですけども、ああその話をしておりますのにファーストゴロ。44年ですか。44年、その翌年に千葉県が大田天才バッター矢沢健二に入団したんですから、から20年ですね。お知らせをどうぞ。8回のマウンドは阪神タイガースの中田義弘です。ここからの放送は宝酒造、三洋電機、 MMC 三菱自動車の提供でお送りします。そしてジャイアンツ山倉のバッテリーで清原を迎えます。1978年昭和53年に広島市民球場で広島東洋カープのギャレットが1試合3発、そして同じその年第3試合高楽園球場で掛布正幸が3発、1試合オールスター3発なるか。いや近藤さん、楽しみな打席ですね。やっとね、第1試合で強くなるっていうか、ちょっと地味だったんですよね。風貌は大きくて、すごいスケールが大きくて、勝負強いんですけどね、なんか第1試合の時には目立たなかったんですけど、やっと本領発揮ですね。昨日は大舞台に強くなった理由は何ですかとインタビューに答えて、いや、お祭り騒ぎは好きですと答えてましたけどね、目立ちたがり屋だって言ってましたけどね。ワンスリー、もちろん清原の頭の中にはもう一本のホームランしかないでしょう。そうですね、ちょっとしかしボール2から見送ったのは惜しかったですね。インコース寄りのまっすぐだったですけど、インサイド強振、あの辺はちょっと苦手のとこではあるんですよね。だけどこれだけの大きな
あの長距離バッターにはねなかなかあそこ投げれないんですよね、はい、あそこがもう少し低いと彼の好きなところなんですけどね。フルカウントから右中間へ、さあ入った、入った、フェンスの中に跳ね返りました。ホームランではありません、ツーベースヒット、あとわずか。それなのに惜しかったですね、ちょっと力抜けましたかね、はい、まあしかし本当30センチくらいですね、はい、まあ、今オールセントラルベンチの落合選手がたびたび映りましたが、はい、とにかくシーズンオフにですね落合に、清原は、まあ、打席で綺麗事すぎると、はい、もっと1打席1打席、まあ、生活感を出せと、生活臭を出せという、そうすればもっと1球1球1打席1打席大事に、まあ、扱えるんじゃないかと、その言葉を肝に銘じて今シーズン最初のアットバット、そして、そうですか、開幕ゲームで西崎から2本のホームラン打ってるんですね、はい、しかしね、まあ、僕は2年間近鉄で彼と対戦したんですがね、生活感っていうよりも迫力ありましたよ。そうですか、ね、なんか僕が今見てる落合の方がね、なんかこのゆったりと打ってるなっていう気がするんですけどね、はい、ですから開幕前も開幕戦でホームラン打ちますと言って2本打ちました、はい、オールスターでも2試合ともホームラン打ちたいですと予告して、昨日そして今日2本でしょ、すごいスーパースターです ね、 そうですね、さっき森さんがこれを公式戦で打ってくれないかって言ったっていうんですがね、横にいる大木さんと上田さんというのはもっと気持ち悪いんじゃないですか、これを見ますとね、はい、さあ4回に3対2とする逆転のツーランを放った石峰、このバッターもね、清原とよく似てるのは苦手のコースのちょっと下のところに得意なコースがあるんですよね。インハイは打てないけれどもインローは打てるっていう、はい、この辺は苦しいところなんですよ、まあ、大丈夫ですよ、はい、記者席の、ね、ガラスに当たりましてガラスが割れて我々の頭の上に降ってこないかなと思ってちょっとヒヤッとしましたが、まあ、それにしましてもとにかくファンが打ってほしいときに打つ、まあ、ファンの期待に応えるのがスーパースターの条件ですが、はい、イルベース用の清原はまさにその条件を兼ね備えているスーパースター。このままでいったら MVP 文句なしですね、でしょうね、まあ、この一味でもいますけどね、まあ、7-3 で清原じゃないですか、はい、ノーアウトランナー二塁、最後は外の変化球に引っかかりました。なんか石見でもそれ思ったんじゃないですか、あ、この清原ここで打ったらちょっと俺のは遠のいたと思ってそれが出て三振じゃないですか、はい、さあ清原を二塁に置いて打席に秋山です。まあ地元九州出身、今日は池の飛行機の中でそれを言いましたらますますプレッシャーかかってますます打てませんよって言ってましたけどね、はい、この人はね、はっきりしてるんですよ、打てるときと打てないときとね、はい、昨日一人全く打てませんでしたけれども、しかし怖いんですね、いつ打つか分かりませんからね、はい、なんかくるくる回ってるかと思うと突如ガーンときますからね、まあ、オールスターでこの人にホームランがないのは7不振の一つなんですがありません。公式戦ではこの平和台球場で2本ホームランを打っています今シーズン。先ほどのアットバットは打席の秋山セカンドゴロ、熊本県八代の出身です。さあ左中間へ、これは行ったかな、どうかな、これもフェンスに当たりました。オールパスティック清原そして秋山のツーベース2本、8点目、ストロビでしたね、これもね、そうですね、ちょっと詰まってますかね、あ、そうですか、しかし本当に突如としてくるって言ったらその通りなんですがね、はい、さあバッターボックスに代打の足立です。ファン投票で選ばれましたオールスター初出場です。
まあ、あのレギュラーのマキシがですね故障で今シーズンは出場回数が多いんですが、はい、規定打席には達していません。しかし、まあ、熱烈なファンの後押しがありましてね、そうですね、見事にこのオールスター初出場を飾りました。まあ、これを機会にもっと積極的に打ってほしいですね。そうですね、ちょっとねボール見すぎるんですよ。とにかくオールスター出場が決まった時はもう本当ですかとびっくりしてました。子供の頃からの夢だったので非常に嬉しい。オリックスの小川、西武の田辺を抜いての選出です。ライト前ヒット、秋山三塁で止まりました。いやしかし近藤さんもね昨年までこの同じ、私と同じユニフォーム着てましたから、近鉄勢の活躍嬉しいでしょう。そうです ね, ねあのちょっとねスタート出し悪かったんですけどね、このところやっぱり去年並みの力つけてきてますね、はい、あのちょっとピッチ悪いですけど、こうやって今足立が打つ、はい、大石が打つ、鈴木が打つ、打線は清野よりはずっとすごいですね、そしてどうなんですか、来年あたりはなんかこの球場あたりに腰を落ち着けるとかそういう話はないんですか。えなんか縦縞のユニフォーム似合いそうですね、ゴムさんね鷹のマークとかさあ打席に日本ハムファイターズのキャッチャー田村です。近藤さんも1961年といいますから昭和36年から、おっと私が盗塁を決めました。昭和36年から昭和38年までオールスター出場を果たしていますが、全部で4試合に登板して1敗という記録が残ってます。この平和台で負け投手になってます、ね、そうです、あの先発で先頭バッターのブロームっていう人に、あの近鉄の二塁手でしたね、ライトに強烈なホームランを打たれまして、はい、それを覚えてます。あそうですか。さあサード強襲、池山から駒田です。ツーアウトです。しかしバスヒックは伸び伸び打ってますね、まあ、これだけ点離れますと楽なんですが、あいつが行くなら俺も行けっていうもんでね、もうみんなもうブンブン来てますね、はい。まあ、昨日は7対0とパシフィックリーグのですね、はい、なんか投手力の凄さを見せつけて、はい、今日は今日でですね、はい、なんかまあ清原とか石峰とかですね、はい、パワーを見せつけてるというね打者のね。そうですね、うん、あのやはりそれは DHA っていうのも多分に関係してると思いますね。どうしてもセントラルの場合にはピッチャーで切れるっていうか、はい、ピッチャーのところでピッチャーは一息つけるんですが、パシフィックの場合にはもう9人攻撃ですからね、はい、まあ、それでみんなつられて振るっていう、それがやっぱりいい方向に出てると思いますね。さあ大きい入りました、スリーランホームラン。大石にホームランが出ました。オールスター4本目のホームラン、11対3。今年大石のねよく飛ぶ、ちょっと泳ぐんですよね、はい、ちょっと泳ぐんですが肩の痛みがなくなったために非常に肩の回転が良くて、はい、打球が飛ぶようになりましたね、まあ、公式戦でも15本のホームランを放っている大石ですが、いやオールスターでもとにかくこれが4本目のホームランということで、どうしても小さな体にパワーがあるんですね、何年前でしたかね、29本ぐらいホームラン打った年あるんですよね、はいはいはい。オールパシフィックを率いています扇監督ですが、ご覧のように続々と近鉄バファローズのユニフォームが登場します。まあ、どうしても采配を振るってますと自分のチームの選手を使うといいますかね、他のチームには遠慮しますね。さあこれも入ったか、ホームラン、オールスター1号、笑いが止まりませんが大木監督、12対3です。オールセントラルのベンチはご覧の表情ですが、そしてさあ今の鈴木の一打、大石が打ったのと同じように外のスライダーなんですけどね、もう少々の変化でもバッターは何とも思わず振ってますね。
さあ平和台のお客さんの期待がこの山本一心にかかります。5打席目大英ホークスからただ一人今年のオールスターに出場している山本和典。さあ大きな山本コールの中今日5打席目です。これは嬉しいでしょうね、はい、これだけもうほとんどの人がこれうちわを振ってんのか手を合わせてんのか、はい、すごいですよ。いやしかし野球選手嬉しいでしょうね、ここオールスター前大英のゲームがちょっとね無駄なゲームやりましたからね、はい、特にやっぱり山本に声援が大きいですね。そうですね。ショートフライそしてファーストゴロこれも頭から滑り込みました。三振そしてショートゴロ今日5打席目。ツエンスリーフルカウントです。いやもう一点を争うゲームみたいな大声援です ね、 かなりプレッシャーを受けてるんじゃないですか。塁上にランナーは誰もいないんです、しかし本当に盛り上がりますからね、はい、ヒットかホームラン打ってほしい山本和典。ボールです。なんとも言えないため息ですが、その後ご覧の大きな拍手。いやフェアレーのデスは温かいですね。そうですね。もうよく負けててもね、よく本当にあの静かにあったかく応援してくれてますよ。はい。昔はこの球場はよく物が飛んでくるんでね、福岡、広島、名古屋とまああの三球場は非常にひどかったんですよ。そして初球走った。ワンマンショーやってるようですね。さっきよりもっともっと大きな声援です。もっともっと大きな拍手です。ツーアウトランナーなしからフォアボールで出て二塁盗塁を決めました。大英ホークスのベテラン山本。スタンドでは小さな坊やが観戦してます。さあ三塁へ走った。まあこれでねホームスティールを決めますとサイクル盗塁になるんですが、まあそこまではいかないと思うんですが、まあセットで投げてますからね、はい。連続ライトフライ山本三塁に残塁です。しかし8回オールスターキック5点を加えました。12対3大量リード。山本に大きな拍手が送られています。本当にもう山本のワンマンショーという形になりましたが、まあ、最後はホームスチールぐらいやってほしかったですね、期待してましたけどもね。しかしあの先週病理にこうつきますね、これだけ ね、 ですね。いやこれはね嬉しいと思いますよね、当人もね。最後の最後でいいところを見せました山本であります。
さて試合の方なんですけれども、野本、与田の先発で始まりました。清原のホームランで始まり、落合の逆転ツーラン、石峰の逆転ツーラン、そして清原の2発目、非常な盛り上がりを見せましたが、今のところ12対3と9点差ではもうセントラルこのままもし9回1点も入れないようだったらちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしいってこう寂しいですね、寂しいですね、このまで終わるとね、まあ、そういう意味では岡田からの好打順であります。岡田、池山、そして1番に打線が戻ってまいります。マウンド上は12連続セーブポイントの武田であります。なおショートにはこの回から足立が入っています。この武田は明治の出身でありますけれども、試合開始前に星野監督行きましてよろしくお願いしますと挨拶しておりましたが、星野監督が明治も最近活躍する選手いねえからなって言ってましたけどね。この武田というピッチャーはですね、はい、島岡監督が、ね、亡くなりましたけども、唯一、ね、逆らった男なんですよね、この武田というのはね。なるほどね、まあ、そういう意味では星野監督とあるいは共通する部分があるのかもしれませんが、ノースリーになりました。12対3です。9点差があります。セントラルリーグ逆転せよとは言いませんけれども、なんか最後に一つ見せてほしい、そんな感じがいたします。これはもうセントラルリーグのファンの皆さんが全員思ってらっしゃるんじゃないかと思いますが、まあね、この終盤に来てね、非常に西武勢と近鉄勢の活躍が、ね、目立ちすぎますからね。本当ですね、なおパシフィックリーグの1試合5本のホームランといいますのは、1987年のパシフィックリーグが5本のホームランを取りまして、これはパシフィックリーグのゲームのタイ記録であります。両チームの合計は6本出ておりますが、8本が最高記録。1979年と1987年に両チーム合わせて8本のホームランがありますので、合計8本という新記録まではいっておりません。まあ、それにいたしましてもホームラン合戦、まあ、こう言いますと清原のホームランといいですね。確かに他の選手は伸び伸び打ってるなって感じしますね。やはりね、この普段の力をそのままですね、この出してますよね。そういう意味ではね、非常にこの波の精神力じゃないなと、こう技術もそうありますけどもね。なるほどね。ここまでの放送は宝酒造、三洋電機、MMC 三菱自動車の提供でお送りしました。さてノーアウトでランナーが一塁です。代走は正田ですね。代走は正田です。バッターボックスは池山。ノーアウトランナーが一塁。池山もブンブン丸とかね、なんか言われておりましたが、今年は結構三振も少ないですし、一頃のイメージとはまたちょっと違ってますね。そうですね、だいぶね、この野村監督から、いろいろこのアイディア切りじゃありませんけどもね、そういう知恵をね、授けられてますね。なるほど、ここはブンブン丸でもいいですね。しかしね、ここは一発期待したいですよ。ファンの立場に立つとね、かつてミスターバックスクリーンと言われましたが、広沢が映っておりますね。手前は野村健次郎、笹岡でしたね。手前は笹岡です。ツーナスイング、これは逆転だ。逆前ヒットになりました。放送席の声が通じたか。ノーアウトランナーが二塁一塁。これはどうなんでしょうかね、矢沢さん。セントラルリーグのベンチ全体がね、これはちょっといくらなんでもやられすぎだなと思ってませんかね。それは思いますよ、ね。一応ね、こう商品もかかってるし、まあ、商品もかかってるわけですけどもね、このままでおったら本当恥ずかしいですからね。そうですね、落合の顔が見えます。落合まで回りますかどうか。1番に戻ってきました山崎です。去年この山崎はフリーゼロのゲームで彦野が MVP に輝いておりますけれども、決勝タイムリーを打ったのはこの人でした。まあ、ネット裏ではこの山崎の方が MVP になるんじゃないかなという声もあったんですが、結果的には彦野が MVP に輝いております。まあ、この辺ね、ノーアウト一塁、一塁ですね、まあ、バッターから言ってもですね、こう繋げてほしいですね、これね。そうですね、ここまでセントラルリーグのヒットは全部で7本、パシフィックリーグの方は15本です。パシフィックは15本ヒット打ってるんですね。まあ、セントラルも7本打ってますけども、落合の一発しか目立ってませんからね。そうですね、まあ、このままいきますと200万円は清原、100万円は落合というなんか当たり前の結果になっちゃうのでね、もう一人ぐらい誰か候補が出てもいいような気がいたしますが、ワンエンドワンです。1番に打線が戻ってきましたんで、ちょっと面白い展開になったことはなりました。
12対3と9点差。12連続セーブポイント、マウンド上の武田、バッターボックスの山崎、おなじみの土の子バットです。グリップエンド大きくかましております。ワンツーワンスリーになりました。この前は非常にいいピッチング、この前の回ですね、いいピッチングに見えましたけども、ここはちょっと気の緩みですかね。まあ少しコントロールがね、はい、ままにならないといいますか、力がこう入りすぎてますね。なるほど、チャンスです。セントラルリーグです。回は9回の表、大詰めに来ています。これは入りました。フルカウント。まあね、日本ハムのこの近藤監督という人はね、はい、こういうストッパーを作るのがうまいですね。そうですね、まあ去年の佐藤誠一ですね、はいはいはい、それからこの武田ね、そういえば中日ドラゴンズ時代もそうですよね、いわゆる分業制というのを取ったのは近藤さんですからね。ランナー明日最後で積極的な野球を見せております。セントラルリーグであります。アウトカウントは一つもありません。ノーアウトランナーが一塁二塁です。1番に戻ってきて山崎、こうなると今藤田さんの顔見えましたけども、はい、打つ手なしというね本当にそうですね。ランナーがまた走る、これはどうだ、山村2人が揃って三塁を回った、2点返した、1人止まりました。池山は三塁止まり、1人返りました。12対4です。8点差になりました。青も二塁三塁、これで山本が取ったらまた大歓声というところですけどね。山本の頭上を越えました、ツーベースヒットであります。山崎はこれで2打数2安打。さあ原落合というところに回ってきましたね。野村がこの次で、その次が原、そして落合です。ああそういうことになりますね。山崎は昨日から3打席連続ヒットということになりますね。ああそうなりますね、はい。しかしこれで本当クリーンアップに回ってですね、もう一つこう盛り上がりますよ。そうですね、まあ、点差は別にしてね、もう点差も別にならないような状態までしてみたいですね一つ、大川さんがひょっとしたら喋れるんじゃないかというところまで行ってみたような気もしますが、まだ8点差あります。ただしノーアウトです。これは左方向ですがスタンドに入りそうです。でもオールスターというのはこの統一戦もいいですけどもね、この打撃戦というのもね、ファンにとってはこれ答えられないですよ。そうですね、どちらかと言いますとポンポン花火が出た方が面白いかもしれませんね。だから統一戦というとやはり三振をね、もうバッタバッタ取る、そういう統一戦はね、見応えありますけどもね、そうですね、まあそれにしましても今年のこのオールスターゲームですけども、野田、野茂、与田の対決というので盛り上がりましたよね。そうですね、やっぱり力のバッターが出てきた、だからね、江川君、それから江夏君ね、はいはい、こう思い出しましたよ私もね、昭和46年江夏豊9連続三振、昭和59年江川が8連続奪三振、私あの時放送してたんですけどもね、私その両試合ともね守ってるんですよね、あそうですか、何もしなくて楽だったんですけどもねそうですか、おツーエンドワンです。あったこれは引っかかりました。ワンアウトになります。昨日もそういえば土壇場で野茂が登場して原と落合と対決しましたが、まあそういう意味では最後に原が見られ、はい、落合が見られると、ね、このセントラルリーグの攻撃も納得しようじゃありませんか。そうでしょうね、はいはい、でもやはり今日のこのね平和台球場は、はい、ほとんどこう大英ファンと言いますか、とにかく大英のファンの方は 2,3 日前からテントを張りましてね、この試合に備えたって言いますからね。だからセリーグは肩なしですね今日はね。そうですね、まあライトでを守っております山本和典は本当に嬉しい日を迎えてるんじゃないかと思います。苦しい日が続いてましたからね、先日ペナントレースではね、さあ原猛烈に振ってきました。原のホームランは西武球場のホームラン1本だけ。藤田監督何か背中が寂しそうです。そして打席は原、
2ナッシングです。追い込まれています。次は落合です。バックネットを越えます。しかしね、今年はね、この原のバッティングを見ますと、はい、怪我の後ですね、非常に肩の力といいますかね、上半身の力がこう抜けてきましたね。あ、そうですか。だいぶ下半身主導でね、こうタイミングを取るようになってきましたよ。なるほどね。それがパワーを生んでるんじゃないですか。それとホームランを打った時の左手のフォロースローね、あれが綺麗ですね。そうですね、やっぱりそれが一つのこう今年の特徴じゃないですかね。はい、武田もちょっと必死になってきました。2ストライク1ボール。まあ、一時ね、はい、悪い時の原というとこう打った後のフォロースローが非常にこの伸び上がってしまうと、はい、そういう癖がありましたけどもね。はい、やっぱりジャイアンツの4番は原だということにだんだんなってきましたね。2エンド1、どうだ、ヒットになるかな。3塁ランナータッチアップもできません。2アウトになりました。いよいよ見えてまいりました。現在12対4です。セパ両リーグ合わせまして今年は6本のホームランが飛びました。今日は6本のホームランが飛びました。まあ、そういう意味では大変に面白い、特に前半は面白いオールスターゲームでした。土壇場です。落合登場です。まあ、しかし3回にね、野茂から打ちました逆転のツーランホームランで、あれは見事でしたね。そうですね、昨日はね、野茂が意地でもという感じでね、はい、ロック全部ね、はい、大きいぞ、センター行ったぞ、どうだ、入りました、入った、2本目、試合やりました、2本目のスリーラン、これで100万円は確定でき、清原が打てば落ち合いも負けてません。見てくれ、これが三冠打法です。どっかで清原も見てるでしょう。12対7、一塁です。一塁のベース上で清原が今打球の表示じーっと見てますね。これが清原、今日はお師匠さんとその弟子が2本ずつホームラン打ったわけですね。本当にだけどね、これは本当に清原にも刺激になるし、はい、まあ、落合自身も、清原まだ主役はまだ早いぞというようなね、このホームランですよ。本当ですね。12対7になりました。まだ点差は4点、アウトカウントは2つ。まだオールスターの顔は俺だというようなことがね、はい、今のホームランでしょうね。はい、私どもこの回始まる前にね、はい、セントラルリーグのちょっと意地を見せてほしいと、もう勝ち負けはちょっと離されすぎましたからしょうがありませんけれども、どうですか、ちょっと意地見せませんか、これで。まあ多少はね多少ほんのちょっとだけね、右方向です。一塁側のスタンドです。ただ下位打線から、まあ、しかしね、はい、打つべき人がね、こうして打ってるんですから、これはね、我々も含めてね、はい、まだ答えられませんよ。本当ですね。それも清原のホームランといい、今映りました落合のホームランといい、 This is ホームランという、まさしくこれはホームランだというホームランなんですね。だからいずれもですね、はい、力じゃないなと、ブライアントのホームランは力のような感じしますけどもね。なるほど。やっぱりこの技術をね、高めていくと、ここまで来るのかなというようなね、はいはい、ホームランですよ。ゲームは終わりました。山倉三振です。12対7でセントラルリーグが敗れました。パシフィックリーグが連勝であります。おそらく清原が MVP に輝くものと思います。打撃戦に終始いたしましたが、12対7でパシフィックリーグが勝ったゲームをお伝えいたしました。前半はちょっとハラハラドキドキがあったんですけれども、もう終わってみればこれが12点という大量得点、もうこれだけいくと監督としてはやることないという感じですか。もうゲームの方はね、本当に終盤のねところで決まっておりましたし、安心して見ておりました。そして、監督の近鉄の選手も終盤ずいぶん頑張りました。そうですね、本当に内野選手も頑張りましたし、それから大栄の山本君もね、本当にね、ファンの方喜ばせていただきましたしね。さあ、昨日パワーのパリーグということをおっしゃってましたけれども、やはり強い。
何でしょうこのパリーグの強さ。本当にね、まあ、もう私自身がですね、いつも思うんですけど もう想像できないような、ね、力をいいところで、ね、出してくれるのがやっぱりパリーグの選手だという、もうそういう感がつくづくしますね、はい。これからも熱波期待しております。どうぞ頑張ってください。はい、頑張ります。よろしく。さあ、勝利監督の大木監督にお話を伺いました。勝利監督の大木監督に TNC テレビ西日本の川野アナウンサーがインタビューしてくれました。さあ、続いて MVP の発表になるかと思うんですが、いや、権藤さん、はい、まず清原だと思うんですがね。でしょうね。ご覧のようにベンチの前、オールパシフィックのベンチ前がですね、黒山の人だかりになっていますが、さあ、この中から清原が選ばれて今出てきました。はい、MVP はご覧の清原選手に決まりました。1試合2ホーマー、素晴らしいホームランでしたね、どっちも。そうですね、いいとこで出たんで、自分でもすごい嬉しいです。あれはどちらも狙ってたんですか？いや、そういう気持ちはなかったんですけど、やっぱりオールスターですから、目いっぱいバットを振ろうっていう、それだけ心がけてバッターボックスに入りましたね。4号のホームランがノースリーから与田投手から打ちました。これは何か思い出が特にありましたか？そうですね、1球目見た時にね、もうめちゃくちゃ速かったんでね、これは打たれへんなと思って、ね、もう投げた瞬間にね、バット振ったらそこにボールが来てくれてね、ホームランになってくれました。そしてその後、落合選手が逆転ホームランを打った、そして石峰選手も打った、一体 MVP は誰になるんだろうかという展開だったんですが、2本目、あそこは狙っていたんですよね。そういうの狙っているのはないんですけどね、とにかくピッチャーも川口さんですから、なんとかもう三振覚悟で、当たったらホームランになってくれたらいいなという気持ちでね、振ったのが良かったです。今日はもう最高の一日ですね、はい。最多得票数で、32万の票をくれたファンに対しても応えたいということを言っておりましたし、2試合ともホームランを狙っていくと、狙っていくといって、やはり打てる当たりが球界代表する4番バッターですね。いや、まだその、まあ、全然ダメですけど、さて、昨日の優秀と今日の最優秀を合わせて300万、昨日の100万はパッと使うということを言っておりましたけれども、今日の200万はどうしましょうか？そうですね、中洲でも使いたいし、まあ、いろんなところで使いたいと思います。ますますこれからもペナントレース頑張ってください。ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。どうも。 MVP の清原選手に話を伺いました。これから表彰式が行われるところですが、オールスターゲーム3度目の MVP に輝いた清原和博選手です。さあ、今日のこのゲームハイライトシーンをここでご覧いただきたいと思います。ホームランシーンをつないであります。蒸し暑い平和大球場、この野茂の先発で始まりましたが、野茂、与田、まあ、権藤さん、はい、この若い、ね、2人が、ね、ファン投票1位で選ばれて投げ合う、はい、まさに夢の球宴ですが、この与田をですね、はい、清原が 0-3 から打ったんですね。まあ、公式戦ではね、こんなに簡単にまっすぐはいかないと思うんですけれども、はい、まあ、オールスター戦ですから、もうとにかく力対力の勝負ですから、もう思い切っていったのを思い切って振りましたね、はい。さあ、オールパスティックが清原のホームランで1点を先行したんですが、さあ、落合、その野茂から、どうですか、これも 1-3 からボール気味ですけどね、はい、もうとにかく落合はオールスターですから何でも振ると言ってましたが、はい、まあ、その通りちょっとボールですけれども、落合にとっては手頃な球っていうか、さばけるところに来ましたね。史上3人目のオールスター両リーグアーチ。
さあこれでオールセントラルが2対1と逆転したんですが、セリーグ2番手川崎からこの石峰がフォアボールの清原を置いてオールスター2号です。ちょっと外の球がちょっとシュート寄りに入ってきましたけれども、まあ、石峰一番得意とするコースですね。ちょっと今年やっぱり触れてますからね、ご覧のあたり。そしてこの後代打門田の併殺打の間に1点が入りまして4対2となりました。さあそして マウンド上は西武ライオンズの渡辺富雄ですが、ランナーを置いてこの岡田がレフトへタイムリーヒット。さあセリーグも4対3、1点差に追い上げます。まあ、しかし今日のパシックの影の MVP は僕はこの次のプレーだと思うんですよね。これで抜けておれば同点ですからね、あるいは逆転につながったかもしれない、この辻の超ファインプレーが出ました。さあ4対3のまま6回の裏に入るんですが、清原、広島の川口からすごい当たりでした。カーブですけどね、ホームラン競争でもここまで簡単には打てないんですが、もっと優しい球が来ても打てないのに、こういう難しい球が来ても2本も打てるっていうのがすごいですね。はい、まあ、これで5対3、さらにオールパシフィックは7回に2点、そして8回には、大量5点を入れました。今最優秀選手賞 MVP の清原が表彰されました。さあ優秀選手賞です。日本のホームランを放った落合博満です。そしてオリックスの石峰、優秀選手で今コールされています。この落合のですね、はい、2本目のホームランもすごかったですね。そうですね、まあ、今年も石峰と同様に非常にシーズン中から非常に自分のいい感じを保って、はい、まあ、オールスターでもいいその清原を刺激に、清原のホームランを刺激剤になったと思うんですね。まあ、本当にこの清原そして落合のためのですね、はい、なんか今年のオールスターゲームという感じがするんですが、そうですね、両リーグの4番バッターがこれだけ活躍する、やっぱり盛り上がるわけですね。そうですね、まあ、他の人もすごかったですけどね、もうすごい上にその頂点に立って、さすがに両リーグの4番打者っていうのはすごかったですね。はい、まあ、そしてリーグは違うんですが、とにかく清原選手も今シーズン落合さんが調子いいし、三冠を目指すだろう、はい、自分もそれを目標に三冠を狙いたいと、はい、シーズン前から言ってますし今も言ってるんですね。両方ともね、ムラがなくて、欠点がないんですよね。打率が悪いとか、はい、あるいはホームランが少ないとかっていうことじゃなくて、コンスタントに打ってますから、アベレージとかその辺が上が落ちてくるとチャンスあると思いますね。はい、優秀選手賞は賞金100万円と、ご覧のように真ん中で200万円のと書かれました、賞金ボードを持ちました清原、そして、優秀選手が4人並びました。まあ、野茂もですね、はい、権藤さんね、まあ、オールスターで三振は今日3つですか、はい、ね、9連続奪三振を見られなかったんですけどね、やはりね、これだけ騒がれますとね、セントラルのバッターも少々意識して当てに来たとこもあったと思うんですよね。その辺が、まあ、ちょっと野茂にとってはプレッシャーがあったかなっていう気はしますけれども、そうですか、まあ、それにしてもまっすぐとそれからフォークボールのあの迫力っていうのはいつ見てもすごいですね。あ、そうですね、まあ、ご覧のように私ども FNS 系列の解説の方10人そして、アナウンサー6人でお送りしました、90年山陽オールスターゲームいかがお楽しみいただけましたでしょうか。ご覧のようにこれでオールパシフィックの62勝43敗4引き分けで今シーズンのオールスターゲームを終えています。それでは野球熱の盛んな九州福岡平和台球場からお別れいたします。さようなら。